こと。おっさん、今なんて言ったよ。なんだでも言ってやるさ。時田大馬、この度の剣眼絶命トーナメント、我が社の代表を君に任せるつもりはない。えまして、代理君。代表闘技者。ざまあねえな、おやさん。もしかして大ピンチ。見ればわかるだろ。さっさと助けんか、バカ者。だそうだ。実力行使をするが構わんねえ、代理君。てめえ、右腕だけじゃない、全身だ。これまでにお前さんが負ったダメージは決して軽くない。この音、関林戦と全く同じだ。仕掛けたのはお前だ。死んでも恨みっこなしだぜ。防がれちまったか。その姿になって急にスピードが上がった。確かに速い。あら、力の流れで。てめえが肉を語るんじゃねえ。